こんにちは、イークです。戦国バサラフォースメラギ、今回も飛ばしていきますよ。どのキャラもぶっ飛んではいるんだけどねさて、今日のストーリーモードはこの展開戦使っていきます。前回ちょっと織田信長やったので、ちょっと低音イケメンボイスぶっ飛び強靭キャラっていうのちょっとずるいわって感じで、ちょっと多分大体の女性はこの天海さんの明智光秀さんなんですけど、この低音ド S すぎるボイス、やっぱちょっとそそられるものあるんじゃないかなと。まあ私もそのうちの一人なんですけど、やっていきます。難易度はもちろん普通、初見プレイです。本当の私、天海様、ご飯ができたよ。一緒に食べようよ。食べたい、いただきましょうか。この二人なんかデコボココンビって感じ。人の姿を学ぶため身を偽っては見ましたが、まさかこれほど穏やかな日々を過ごすことになろうとは。人間のって言ってるから、もう元々魔界の人です。天海様、お野菜口に合わなかった？なら僕にちょうだい。いえいえ、今日は試しに土でもいじってみようかとね。どうです、金吾さんもご一緒に。いいよ、僕鍋より重いもの持ったことないもん。鍋も結構重たいよ。あくまで作る人、あと食べる人だよ仕方のない人ですね、金吾さんは。というわけで、明智光秀の魔界の人からちょっと転生したら天海さんになったみたいな人間の人間として、天海として、ちょっと小早川秀明金吾さんと一緒になんだかんだ仲良くやっちゃってる、そんな感じらしいです。まあ今の感じからしても普通に慕われてるもんね。さて、最初のステージどうでしょうかな。ダビーランドもまた行きたいけど違うとこ行きましょうね。ナオトラに会いに行こうか。あ、ちなみに服装はね、 L1 の景品交換で明智光秀の衣装バージョン買いました。せっかくなので、通常バージョンのこっちとか黒装束も悪くないんだけど、後ろポニーテールも悪くないんだけど、せっかくなので明智光秀バージョンで、戦友はニッコニコな小早川秀明さんですほんと超笑顔。のびのび金庫、もぐもぐ金庫、へこへこ、ぐるぐる、こそこそ、よれよれ、あたふた、すやすや、差が激しいほんとデコボココンビだね。では行ってみましょう。それでは1 2 1、男衆を鍛え直し中。守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。おろおろしてますけど大丈夫なのか。それはあながち間違いでもありません。おまたからエネルギーを、あ、やっちゃった。弱々な男のエネルギーでも吸っておけばと思ったけど、弱、長いことズビズビ吸えないわ、弱すぎて。ちょっと金吾さん、鍋に隠れてる場合じゃない。でも直虎様、怖い怖い、みんなガクブルしてる。弱だからあんまりエネルギー吸えないのか。これはちょっと金吾さんの方ズザー泣いてみようかね。ガクガクブルブル内股だよ突撃。男衆、名誉挽回のため出撃。名誉挽回大事。
男女逆転の国、すべての陣を奪い乙女の花道にたどり着け。イー軍は男より女が強いぞ。油断は禁物だ。俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜなあ。通常攻撃こんな感じのねズベー好きだらけ。そう、冷静でなどいられるものか。人参食べてる食べてる、回復してるめちゃくちゃズザー。終わり際は隙はあるけど、まあ使えなくはないね。供養の場もつきません。あ、忙しい忙しい。今取られたもの、後で稽古をつけてやるから覚えておけよ。ガクガクブルブルしてる。女衆に撫でしこ隊再び。や、勇ましく麗しく。この強い女子の精をいただくわ。諦めない。シナノナデシコの花言葉は可憐。乙女は強く美しく。近づけば。なんて凛とした女たちだ。見とれちまう。たかが僧の一人に怯えるとは。あなたは怖がりなのですね。変わらナデシコの花言葉は定説。守ってみせます。侮るな。いいに刃を向けたこと、末代まで後悔し続けろ。し続けろ、やだ。良い手応えでした。あなた方は信じ合っているのです。せいぜい調子に乗って油断しろ調子に乗って油断しろ、なかなか言わないな。いつも俺たちを鍛えてくれる。感謝しなきゃならねえよ。勢力を送れ、ズビ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 ペイ。女性の場合はお腹あたりからちょっとお腹あたりに突き刺してズビズビいただきます。そう、女性のエネルギーの源やっぱりね、そこだよね。お任せを。虫取りナデシコの花言葉は罠。逃がしません。見てろ、ナオトラ様に言いつけてやる。夜情勢に疎い話を聞かせていただけませんか。うん、いただけますか。超イケボでそんなこと言われたらもう話しちゃうな。お高いね、組体操がめっちゃお高いね。でも崩しちゃう。お疲れ様でした。で、キンゴさんがちょっとまだ扱い切れてないのよね。ドタ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 安心してください。少し法を解いてくるだけです。ごめんなさい。へい。ガブ。断るごとに人参食べるから体力は回復するけど。いや、あれか。いや、まだ俺たちには根性がある。タツタナデシコの花言葉は強烈な愛。奪わせないわ。鍋ガード。強固なガード。ブル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 。今の技なんだろうな。お腹膨れているほどイリコが増加するってあるね。もぐもぐ金庫で食べ物食べて、各種技の鍋が光った瞬間に押すと伊勢海老を食べて一気に満腹状態になる。そんなもあるので、ぐるぐる金庫で回って腹が膨れているほどイリコ増大。こそこそ金庫隠れる。まあ、ある意味カウンター技もあるのね。基本食べる。どて。鍋ごとく。よいしょ。パワーアップだぞ。道場でのしごきに比べたらままごとだ。あの方と比べたら確かに俺たちは情けないよな。さすがあのような活躍を。つざー、結構これ強いかも。
鍋ごとぐるぐる回るよ。乙女の八幡に何という無体を。いちゃ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 、キンゴさんの固い鍋に何ということを。うまいこと言えなかった。恐ろしい。これはただの武者震いだ。追い込まれた時こそ心と体を支えて。トラが来た。それが根性だ。でっかいトラがいたの今。当てにした私が愚かで間抜けだった。ちょっと待って。言わせたいのか。食事させて食事。よく見ない。よいしょ。そう、弱点は俺たち男衆だぜ。ゲップ。まったく最高。お前は今日は飯抜きよ。許して。トラも料理してやるわ。痛い。援護攻撃が痛い。後ろまでいつの間にか痛い。トラも引き殺しちゃったわ。みんなの動物大事に。ちょっとクロックアップしましょう。ちょっとキンゴさん、頂上攻撃がなかなか続くの難しい。なら俺たちで叶うわけがねえ。一応これでも攻撃してます。さあ次行こう。たったかたったか。別に拠点も押さえておこうかな。ドド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 。これ走るだけで攻撃判定があるな。一気に砦のとこまで行っちゃう。ドド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 。あったー。どて。やりやりキンゴ。何してんの。上からちょっと野菜が落ちてくる別ゲームとかしたぞ。どて。虎の方向に進んだ。安心しろ。それが自然な反応だ。どうやって虎を飼い慣らしてるんでしょうか。そしてキンゴさんの今の技はよれよれキンゴ。食材をすべてキャッチすれば最後の一撃は強力になる。これはなかなか難しい。あたふたキンゴ。落とした団子に乗り走り出す。つやつやキンゴ。敵の食べ物になった夢を見る。回復効果もある。マジか。あたふたキンゴ。団子落としたらなんかでかくなっちゃった。ゴロ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 。あ、これ雑魚戦でいいな。これ目が回る。超目が回る。ズゼスヤスヤキンゴ。待って、スヤスヤキンゴ。おやすみ。食べ物になってる。本当に怖。人間が大根だったり人参だったり怖。頭が伊勢エビ怖。殴り倒したらそのまま人参とかなってますけど、不気味すぎ。よくもまあこんなモーション考えたわね。こんな演出考えたわね。獣ども、何もかも奪うつもりだな。ちょっとキンゴさんの周り体毛だらけ。でかいなどは最後に召喚した。食べた。またトラが来た。男衆だって私の戦いを見ればいつかは。ちょっとパワーをいただきまして。見せてやったぜ。負けたけど。とりあえずトラはそんなに強くはないかな。前のクマとかに比べたら。これくらいなんだ。ナオトラ様のしごきに比べたら。今家があるのはナオトラ様と女衆のおかげです。この男性陣は死に仕えてる。平和です。これ平和なんだろうか。かかん天下な勢力でございますね。ナオトラ様に鍛えられているんだぞ。だからって虎出さなくても
またまたパワーいただきますよ。ズビ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 、お腹からいただくのがちょっと癒やしに考えてしまう。あなたしても、怖がる敵が僕の方に来るよ。浄土は心地よきところです。恐れずにお行きなさい。お行きなさい。浄土真宗とかはね、知らんけど知らんけど、何しろね、結局こうなってしまったんですね。俺たちが情けないって、ナオトラ様を見てもそう言えるか。言えるよきっと。男衆ほんと弱いな、オロオロしてるな。遠くからブスブスさせてくんのやめてよ、やめてよ。ちょっとパワーもらうよ。男が増えたところで役に立つのか。その人、怖いから逃げた方がいいですよ。逃げないで。俺分かったな、なじられるのも嫌いじゃないって。 M に覚醒したようです。いつも通りで本当にすみません。恥と思うなら剣を持て、死にたくなければ立ち上がれ。頑張ります。なんかズビズビが長いこと続かないのはちょっと操作間違ってんだろうか。長押しだよね、間違ってないね。そういえばこれ使ってない、法要的蹂躙使ってないな。そういえば使っていますよ。私に話がある。ブッシャーだけど結構効果範囲も広いな。乙女たちの希望が途絶える。貴様ら、こんなことで国を守れるか。ごめんなさい。なでしこ隊全員いらんとやっぱり開かないかな。まずパワーをいただきますよ。ズビ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 と、グイ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 といただきますよ。とてもありがたいです。あんま逃げないで。待て、あの動き、どこかの戦場で見覚えが。貴様、乙女の玉肌を傷者に、相応の覚悟はできているな。そしてまた拠点が取られ返しているわ。基本仲間の雑魚武将があまりいないゲームなので、自分で忙しく動かないと。ジャック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 、硬いなこの人、超硬いな。だだだだ、どっから来てんのさ、やめてよ。ズビズビもらってパワーアップして、ジャクジャクしよう。コテンパンにやられるのには俺たち慣れてるんだよね。あらま、わざわざナオトラ様にやられに来たのね。でもう一個の拠点も取り返せば先進むかな。はい、またパワーちょうだいね。お股とお胸からなんか段差で変な感じになっちゃった。こうして戦場に立っていくと、いいの戦を止めない。結構恍惚とあっという間になくなっちゃうね。もっと定期的に補充しないと。やっと会えた乙女花道。道路の名前がすごい。少しは危機感を抱け。このこれ以上私の乙女たちを傷つけるなら、この国が主ナオトラが相手だ。というわけでボス戦まで一直線。基本移動速度は金吾さんの方が速いな。あたふたあたふた逃げてるけど、
こっちこっち。これはこたびの戦も荒れますな。なんか攻略順番がなんか違ってた感じもするけど、まあしょうがない、初見プレイだから許してね。虎が待ってる。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。うわ、その先にて私は待つ。速攻で隠れる、やばい。チェくる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 、隠れるよ、こそこそ隠れるよ。カウンターが発動しない。ワンショット、お料理を食べさせてくださいよ。よいしょ、マーグマーグ、食べさせろ食べさせろ。スヤスヤしちゃうぞ、スヤスヤしちゃうぞ。もう、いや、アタフタの方がいいかな。早く終わらせて、スヤスヤ、ちょっと攻撃させてよ。モーション中にキャンセルされちゃうな。通常コンボでいいや。虎に罪はないけど、正当防衛です。さて今度こそ大ボス大将の方行きましょう。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私はナオトラ、誰よりもひたむきなるトラだ。私にたどり着くとは、本気でこの国を狙っているな。いや、まさか私に気があるのか。なぜそうなるんだ。みんながみんなあなたのように男臭くなければいいの。熱にあふれるものもまだこの世には必要なのです。そう、誰もが何らしかの役を追い、今も生きている。まずは直虎さんの、あ、お股の方、お腹の方させてる。やっぱり何、私を見つめて、卑怯だぞ。見つめながら全力でエネルギー吸ってる。お腹ぶっ刺してエネルギー吸ってる。ごめんね。争いは嫌いだと何度言ったら分かるのですか。お引きください、ナオトラ様。お一人では無茶です。特に長いセリフもなさそうかな。やっちゃうかな。ナオトラ様の声を聞いて逃げなかったことさ。弾き成功。今のうちにズビズビすっとこ。よくお泣かな。涙ひとしずくにつき一切りだ。ボタン間違えた。めった打ちしたかったな。ちょっと違う、この切りキャンセルされちゃったな。お前の墓前でな。生まれ変わったら優しくなりたいな。そしたらきっとあいつだって生まれ変わったって殺してしまったん。ようやく答えを見つけられそうな気がします。そう、私は間もなく完成する。目がやばい。なんか残虐な自分と優しくありたい自分の二面性に苦しんでるっていう設定があるらしいよ。だから今こっちの天界として優しくあろうとしてるんだって。さて、私はまた西の方へと赴かねばなりません。あとは頼みますよ勝家。
しっかりとね。こそこそ。留守を預かる座敷わらしの任務、確かに受けたまわりました。運が向けば良いのですがね。では失礼。あら、海外の方、おだん。はあ、天海様、一体どこ行ってたの。なんだか天海様って時々フラッといなくなるよね。単なる散歩ですよ。意味を定めずさまようのも思いのほか楽しいもので。それならいいけどさ、いきなりいなくならないでね。天海様がいてくれなきゃ僕絶対にいじめられるよ。それはいけません。せいぜい体を鍛えなくてはね。虎の胃を狩る血人みたいな感じだね。敵勢力。いいという鎖が消え、貝の虎が自由になりましたぞ。出たよ、武田信玄のこの馬乗りよ。馬がかわいそうでしょ。ちゃんと乗ってあげて。やっぱ川中島の戦いは出てきやすいね。峡谷の姫がまた行方知れずになったとの報告です。姉上、どこへ行った。姉上、うん、しょっちゅういなくなる姉上。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとか。本当。このフォースミラギから出てきた主人公格のキャラクターはめちゃくちゃプッシュされるね。出やすいね。いいお茶だ。もう使えよとヤンバカイに超プッシュしてくる。次使おうかな、千の利休。いいお手前じゃねえか。この人のストーリーどうなるか全然想像つかないしね。徳川流が水郷にも稽古相手を求めているとのことです。ちょいと手合わせだ。伊達政宗も出やすい。シリーズの主人公だしね。というわけで伊達政宗行きましょうか。ちょっと武器とか整えますね。ちょっと待ってね。縄文土器になっちゃったわ。ではこんなもんで。それで雷戻ってます。いきなり。あんたとならいい肩慣らしになりそうだ。とお重要には内緒だぜ。喜んで。弾いてからズビズビお股から吸い込むんじゃ。股間ハンター現れ。私もあといくつ罪を重ねゆくのでしょう。ちょっとキンゴさんずっとこそこそ隠れてますよ。あんちゃーん。呪いから解放して差し上げます。ズビ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 。この竜がそんなに珍しいか。今度アイテムとかない？全然ないね。マジで試合だわ。まあそう固くなんな。ただの稽古さ。リラックスして打ってこい。リラックス。あ、オッケー。伊達のしごきはこっからだぜ。じゃあこっちは遠慮なくズビズビ吸わしてもらうわ。Not too bad。変身。本番で会おうぜ。終わった。倒せなくてもよかったのね。一定体力減らすと進むのね。ああ、
ってどうしたの？何がです？なんだかそのすっごく嬉しそうで、それに悲しそうっていうか。何でもありませんよ。体調が優れませんので失礼しますね、金吾さん。いろいろ悩んでるみたい。うん、本当金吾さんの存在がある意味ムードメーカー。未だに手に残っています、あなたとのささやかなる戯れ、混じり合う刃の感触。あ、これ野村が思い出しちゃったって感じか。なぜ、なぜです、信長子、なぜ私にこの快楽を思い出させてしまったのですか。ああ、悪い方に流れていっちゃったな。結局明智光秀の超ド S に戻ってしまいそうだね。いよ、河野軍が最下衆を伴い進行中の模様。そういえばこっちもまだ戦ってはないな。白と黒のひねどりが可憐に凛々しく舞いますよ。これも我らの生き様だ。巨大な地下道を発見。こっちもやってないね。やってないところがまだまだあるわ。あれ、なんてこった。ま、迷子じゃ。何やら槍のマタザが探し人に奔走している模様です。織田軍列兵闘技追憶、柴田勝家だね。勝家、おう、あなたは年だったっけ、だったっけ。お尋ね者です。彼らに慈悲を。お慈悲を、お慈悲を与えてあげましょうか。お尋ね者の言うところがここか。もがみなんちゃらって人、ごめん名前覚えてない。この人がやったら主張してくるな。まあお尋ね者楽しみにちょっと行きましょうかね。もがみ川、ちょっとまた武器の変更。なんだかんだ数字的には前取ったやつが一番いいってなっちゃうな。あとスキルももっとくっつけたいけど空いてるスロットがないという。で、金吾さんは激辛煉獄っていう鍋をゲットした。見た目はすごいんだけど、見た目すごいんだけど能力的にはさっきの方が強いのよね。これの方が強いのよね。最上義満でした。行きましょう。それで超素敵、紳士王国堂々完成。我が輩、誰かに見せたくてたまらない。またすごいぶっ飛んだキャラクター来たね。同じ顔など世に転がってはいるものですが、なんかマップに変なアイコンがいっぱい載ってる。何これ、待ってた。おお、よく来てくれたね。ここが我が輩の超素敵紳士王国。増えた。あ、心ゆくまで楽しんでくれたわよ。秀紳士たちのなんとか王国飛んだよ。おお、どういうこと。瞬間移動で空中浮遊してるよ。船だし、船で分裂。このポーズ。本物の最上義満を見つけ出して倒せ。影武者たちが逃げ出したぞ。自慢話をヒントに本物を見つけ出して倒せ。陣を奪うと見つけやすいかも。なるほど。義明様、先ほどの御陣は敵でございますだよ。だよ。なんと趣味の悪い影武者があんなにも。我が輩の超素敵紳士王国に早速攻め込む者が。
極秘に進めていた人類皆ヒゲ紳士計画が漏れたのかね。人類皆ヒゲ紳士ではただで返すわけにはいきますまい。もがみ9とかなんか変な名前ついてる。この素晴らしい超絶素敵何してんのみんな。しっかり自慢して世に広めてもらおうじゃないか。我らも続きますゆえお進みくだされ。茶会場ヒゲ紳士って名前ついてた今。くねくねと怪しいヒゲ紳士。おっとそこの君、令和の神と欧州三代素敵紳士たる我が輩にぴったりなのは一体どちらだね。知らないよ。もっと叫んでください。金吾さんを狙ってくれますよ。狙ってくれますよ。ドエス求めての船でである。どこら辺が自慢なのか俺には全然わからん。さて次は船をちょこちょこ出てきてはいるんだけど、いつ見てもいい我が輩の素敵さ、まさに生き写しの銅像。しまっちゃう。造園巡らしてるって感じか、造園補充してるって感じか。とりあえず次の陣地行こうか。こっちやないよ、マップが違うよ。ないなんかベシベシ食らったよ。ちょっとエネルギー吸収しようとして別の攻撃出ちゃうな。エネルギー吸収したいんだけど逃げ回らないで。背後からちょっとあ、やっちゃった。縦腰はさすがに無理か。このような命惜しくはない。お股からエネルギーください。この国の配下の人みんなヒゲ紳士だよ。ヒゲ以外認められないと言うのかい。僕の背の違い鎌の門、まるで天界様みたいだね。で、背中の私に金の像を任せ。私は失礼。もう見つかったのかい。我が輩の他とは違う素敵さに気づくとはね。どうぞどうぞ見ていってどうぞだよ。うん、ダジャレがダサい。暴力反対。我が輩、飛行に恨まれる思いは何一つとてないよ。うん、ないね。でも言っちゃうね。恨みなど知らぬところで買っているものです。あ、そうかもしれない。例えば、そう、近づいてはならぬ方へ。次の考えをコロッと変わるやつ。まだまだこの超素敵紳士王国の1割も自慢していないよ。時と場所に合わせた身だしなみこそ紳士。衣装部屋に行くよ。やはり式とは難しいものにござるか。またお股からエネルギーをいただきますよ。ちょっと突っ込んで聞きたい俺がいる。やめて。浄土は心地よきところです。恐れずにお行きなさい。時落ちた。お茶の時間だよ。なるほど、飛行も立派な紳士の卵だね。残った陣だけは守り抜かねえと家に帰れねえぞ。隠れる紳士の機嫌が隠れることも許さない。隠れないでほしい。どうかね、この衣装飛行には着こなせないだろうがね。ていうかみんな奇抜な衣装してるしね。認めないとも、目にゴミが入ったのだ。くる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 。さてかかっちゃう。跳ね飛ばす。紳士は永久に不滅。
紳士は永久に不滅。終わった本物やったみたい。終わったわ。せっかく無敵の人になったのに。本当の無敵を知るのはこれからだ。これからだって言ってんだけど無敵終わっちゃったよ。ようやく答えを見つけられそうな気がします。そう、私は間もなく完成する。信長もそうだけど、魔界から来た人はみんな高笑いしないといけないのかな。まあ高笑い好きですけどね。結局全てが誠なのでしょうね。死を好む私も、それを忌む私も、悟った。このまどろみから目覚めたくないと願う私も、あの方との生を恋願う私も、私は一体どうしたらいいのでしょう。教えてください信長子。自分自身の自問自答が続く。あのさ、天海様。聞いていたのですか。ごめんなさい。 でもこれだけは言わせて。僕には細かいことよくわかんないけどさ、天海様が後悔しないのが一番大事だと思うよ。金吾さん、なんだかんだいい子、ほんといい。この二人デコボココンビだけど意外と悪くないかも。いいコンビかも。豊臣陣営付近に松永の姿が。未完の名物、不足の美、実に難解だが育てがいのあるものだ。おかしな鹿と少年がおりまする。おかしな鹿、おやっさん。待ってくださいっす、おやっさん。つぶらな瞳の鹿さん。ねえおやっさん、春様はどうして、どこへ消えたんでしょうか。鬼島津が暴れております。あ、これは初めてかも。本当暴れてるわ。さて今回もドラマルートでいきましょうかね。天鳴と加賀国境、静ヶ岳って言うんだったっけ。ここの戦いになるね。戦友が変更されました。なんだって。毛利元就になった。この二人なんか歴史的につながりがあるってことなんかな。歴史とかそういうのあんまり疎くてよくわかんないんだ、ごめんね。ここに来て戦友交代でちょっとレベル1の方と交代するのはちょっと厳しいな。まだ使ってないから武器も初期の状態だしな。うん、1個しか持ってない。まあいろいろ探りつつやるしかないな。うん、まあちょっか初期の方でいいかな。